ジョン・ウィルヘルム・ラウントリーは、イングランドのチョコレート、菓子製造業者で、クエーカーに属する宗教活動家、改革者。ラウントリーは、1868年9月4日に、イングランド北部のヨークで、父・ジョセフ・ラウントリーと、その二人目の妻であった母・アントワネット・シーボーンの間に長男として生まれた。ラウントリーは、実業家として成功し、 すでに成功していた家業のチョコレート製造業を大きく成長させた。キリスト友会が近代科学への理解や現代的な聖書批判、イエスの教えの社会的意義などを自らの教義に組み込むことを可能にしていった過程においてラウントリーは極めて重要な役割を果たした。ラウントリーはまたバーミンガム郊外のボーンビルにある ウッドブルッククエーカースタディセンターの設立を支援した。ラウントリーは1905年3月9日にニューヨークで没した。ラウントリーの一人息子ロレンスは第一次世界大戦で戦死した。ロレンスはもともとケル力撤退作戦においてクエーカーの救急部隊に志願して参加していたが後にイギリス陸軍に加わり1916年9月15日には 陸上軍艦、クレームドマントの乗員として、最初の戦車作戦に参戦した。その後、野砲部隊に配属され、1917年11月25日に、ーペルのサリアン地区で戦死した。ミリガン、エドワード・エイチ、ラウンド・トゥリー、ジョン・ビル・ヘルム。オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー2007年1月20日、閲覧。アレット、スティーブン。 ジョン・ビル・ヘルム・ラウンド・トゥリー・アンド・ザ・ビギニングス・オブ・モダン、クエイ・カーザム・ヨーク・セッションズ・ブック・トラスト・ピアニッシモ・138・ ISBN1 から850721378・カジュアル・ティ・ディテールズ・ラウンド・トゥリー・ローレンス・エド・マンド・コモンウェルス・ウォー・グレーブス・コミッション・2012年1月27日、閲覧。ありがとうございます。